ねえねえ村上くん、最近買った一番高いものって何？なんでそんなの言わなきゃいけないの。今日は決算書がテーマだからさ、個人的な決算情報も知りたいじゃない？そうか、でも気になるね、確かに、うん、寿司を食べに行ったけど、2人で、うん、8万円だったね。誰と行ったの？誰がボブですか？野田くんは何か高いもの買った？僕ね、バーベル買った。バーベル、いくらしたの？あれ、20万円すんの？そんなするの？するんだ、あれ。結構倹約家のイメージがあったから、もうバーベルだけはもうこだわろうと思って。すごい。テスタ君は何か買った？僕はね、最近はね、古いゲームを集めてたりするから、なんか昔のファミコン、まあ、そういうのじゃなくて高いの？最近買った一番高いものでしょ、聞きたい。そうそうそう、一番高いもの。そうね、あのテレビをちょっと大きくしたから、まあ、それが今250万円250万のテレビは見たことないよ。250万のテレビ売ってるの？何それ、見たことないよ。88型人にね、あ、確かに。佐田さんが最近買った一番高いもの何なの？私が買った一番高いものは、うん、もちろん株です。はい、それで言うと僕も買うだけだ。そうなっちゃう。佐田さんもそれ。僕が最近、一番お金を使ったのは子供の学費です。聞いてないけど。今回もね、優良銘柄を見つけるための方法をいろいろ学んでいきましょう。はい、前回は森永先生に損益計算書からの絞り込みを教えてもらいましたけど、実際に投資に向いている企業を探すのって大変ですよね。はい、まあ、現在あの東証に上場している企業数、まあ、大体3800社あります。どうでしょう、3800銘柄一つずつ調べられそうですか、マジカルラブリーのお二人は。調べられるわけないでしょうか。森永先生、何かいい方法ないでしょうか。はい、今回はですね、スクリーニングしながらどの銘柄に投資するかなっていうのを選んでいく方法を説明していきたいと思います。で、そんな簡単にできるんですか。はい、これはあの条件検索っていう感じでですね、うんうん、まあ、こういう条件の株探してねってこうツールを使っていくと、うん、まあ、自動的にその条件に合った銘柄が表示されていくというようなサービスがあるんですね。そりゃそんなツールがあったらいいですけどね。うん、ないじゃないですか、私たちにそんなツールがあるんですよ。え、松井証券が7月にリリースする予定の、ツールがあります。急に宣伝職が、はい、ハッシュタグ PR 急にだよ。はい、じゃあではまず企業の数を絞るために業種ね、これを選んでいきたいと思います。はい、テスタ君はどの業種がいいと思う？まあ、最近だとね、円安で輸出関連は注目されたりするから、うん、自動車関連とかいいのかな。はいですね、この円安で注目されている自動車業界なんですけど、はい、実は自動車業界っていう業種はなくて、輸送用機器という業種に含まれるんですけども、今回はその輸送用機器の中でも東証プライムという市場に上場している時価総額でいうと1000億円以上、まあ、つまりその輸送用機器の中でも大きい銘柄を絞ってみたいと思います。はい、条件は一個一個チェックしていったら出るということですね。そうですね、そうするとこんな感じで、まあ、いわゆるトヨタとかトヨタだ、ホンダとかね、自動車完成車メーカーといったようなものから、あとは自動車の部品を作ってるような会社っていうのがここで絞られたと。東証プライムっていうのは何ですか。まあ、いわゆる昔でいうところの東証一部のような、プライムっていう名前になってる。最近変わったんだよ。あ、え、本当？あ、そうなんだ。東証一部とかも古いいつも話してるんだ。じゃあ、ごめんなさい、あ、そうだったんだ。買ってたんだね、名前が。今回はプライム、まあ、昔でいう東証一部、大きい会社っていう風にざっくり言うと、うん、そうですね。まあ、なので今3800社あるうちの自動車関連の会社で大きい会社っていうのがこの1秒2秒で絞れちゃう。さらにここからはですね、前回勉強した経常利益というものを見ながらやっていきたいんですけれども、この経常利益がじゃあどれぐらい伸びてる会社がいいんだろうということで、うんうん、例えばね、これ別に自分で決めていいんですけども、え、なんかメールが来たんです。個人的なメールやめてください。
今日ご飯いるじゃないんですよ。はい、じゃあ、まあ、営業利益というものが本業でどれぐらい稼いだかという利益、はいはい、で経常利益っていうのは投資でもらった配当とか借金してる時に払う利子とか、はい、こういうのを差っ引いたものになるんですけども、まあ、この経常利益が例えば今回自動車業界なので、はい、まあ、どうでしょうね、毎年 10% ぐらいかな、うん、ということで、まあ、さらにここからですね、経常利益が 10% 以上伸びてるものっていうのをさらに絞り込んできたと思います、うん、ね、じゃあ経常利益率 10% というので調べてみましょう。その結果がこちらになります。すごい減った。こんな感じでスクリーニング結果が出てきてあります。自動車だと 10% くらい伸びてたら嬉しいなっていう、その業界としてそのくらいっていうことですか。あ、そうですね、業界によってもその利益の伸びる平均的な成長率っていうのはバラバラですから、うん、ネット系の会社とかでコストもかからずにどんどん業績伸ばせるような業界だと、まあ、30% って置いてもいいかもしれないですし、うんうん、僕らは今、ね、森永先生がいるから車は 10% ぐらいがいいだろうとか言ってくれるんですけど、それはどうやってやればいいですかね。全く同じこと聞こうと思って。もうちょっと簡単なやり方としては、とりあえずもうエイヤで、まあ、経常利益 20% ぐらい伸びてるのをやってみよう。じゃあ例えば150件とか出てきちゃったら、これまだ甘いわけですよ、絞り。なるほどね。あ、それは楽かもしれない。そうすると、まあ、何も知らなくても、うん、あ、この業界ってこれぐらいの伸び率普通なんだってことがなんとなく感覚で分かるので、じゃあちょっと一丁 50% までやってみようとかってなると、まあ、5銘柄ぐらいの場所に絞られたりするので、はいはいはい、めちゃくちゃいいな、うん、なんか引っ越しの時とめっちゃ感覚似てるな。あ、そうそうそう。賃貸のサイトとかってとりあえず 2LDK 以上の間取りとかってやって、それでいっぱい出てきちゃったら、うん、じゃあオートロックがついてるやつとか、うんうん、駅から5分以内とかってやるとどんどん絞れていきます、はいはいはい、確かにどんぐらい出てくるのでやってますからね、うん、まあ、だから実際それに近いもの。なるほどね。確かに確かに、うんうん、分かりやすい。芸人さんで今伸び率が高い芸人さんってどんな人かな。あ、どうだろうね。ジェラードンじゃん。あ、 10% どころじゃないかもしれない、うん、マイナス 10% は。マイナス 10% か。マイナス 10% か。いずれなぁ。チーモン長寿か。あれはもうちょっとな。それこそ芸人さんだと急に 90% とか伸びたりするもんね、うん、確かに全然する、うん、一番組で人生変わったりするからね、うん、確かに。まあ、今のね、うん、雑談の中にヒントがあって、要は1年だけで見ちゃうと、ね、バカ売れたまたました年があったりすると、はい、確かにね、経常利益の伸び率がすごい芸人さんが出てきちゃう、うん、でもそれ偶然かもしれないので、はい、じゃあその偶然の芸人をさらにふるいにかけて落としてPR とか PBR というものを使ってさらにスクリーニングしようねと。ということで今回ちょっと PR と PBR を、ね、見てみるとこんな感じになります。確かに 1言ってないやつあれありますよ。 NOK、まあ、これは開発中なんで本当にそうかどうかわかんないですけどね。まだわからない。開発中言ってくれたんです。これを見ていくと経常利益の伸び率ではこっちの会社の方が高いんだけど、例えばその会社は PBR がもう2倍まで上がっちゃっているとか、うんうん、でこの会社は経常利益率が多少伸びは緩やかなんだけれども PBR は 0.8 倍だよとか、うん、合わせて見ていくことによって必ずしもその利益の成長率が高い銘柄が一番いいわけではないので、複数の指標を合わせながらこれに投資した方がいいというふうに決めていくと、まあ、自分の中で、ね、信頼度が上がっていくと。見やすい。選ぶだけの知識があれば、もう本当できるってことですね、これじゃあ。これをね、自分で抽出してやろうと思って、すごい時間がかかった。松井証券、すごいいいのを作りましたね。ありがとうございます。やるじゃん。まあ、良い者の会なのかな。ステマ武藤さんがすごい。武藤さんがすごいわけじゃないですか。株って他にもいろんな指標があるじゃないですか。うん、そういった指標を使うこともあるんですか。今一つの例として経常利益でありましたけど、これだけ選ぶことができるので、はい、わあすごい、こんなにあるんだ、はい、すごい、すごい、こんなんでも選べんだ、テクニカルの部分でも絞ることができるので、そういった使い方ができます、うん、あるよ、佐田さんのゴールデンクロス。佐田さんのゴールデンクロスあるよ、まあ、ここから先はね、どんどん自分でやっていく中で、まあ、この指標は自分は信頼できるとか、うん、あんまり信頼してないんだよなみたいなのが人それぞれあると思うので、うん、最初の頃は
きな業種とか利益率とかそういう分かりやすいのでやっていって経験値が上がっていったら、ね、自分の中でこのスクリーニングが一番当たると思うと、まあ、自分の勝ちパターンみたいなのを見つけてくれるといいなと。すぐアナリスト予想やっちゃうんだよな。見ないよ僕。ビビっちゃって。いやダメだよ。それは金言みたいなの出てますダメだよみたいな。じゃあテスト君はこれどのスクリーニング方法を使うの？そうね、僕はね、まずどれ、まず作戦ありきだったりするのね。例えば、うん、今相場が下がってると、うん、何でもかんでも売られてると、うん、こういう時に何買えばいいかなって考えた時に、お前そうだったよね、配当が高いやつを狙おう、うん、そうなったらここにある予想配当利回りみたいなところを知って、うん、そしたら高いやつを教えてくれるから、うん、その中からさらに絞っていこうとか、うん、何かまず作戦というかアイデアが浮かんでそれに沿ったものを抽出して調べるっていう。ブラウザとかを仕込んでそのブラウザ入力するとテスタって出てくる。テスタ予想が、あ、テスタ予想欲しいですね。テスタ予想欲しいですね。いや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 先生、このスクリーニングの結果、まあ、例えばトヨタとかは誰でも知ってますけど知らない会社をデータだけで売買するっていうのはいいんですか？うんうん、データだけで売買は良くないと思います。ただ3800社もあるんで、例えばプロのアナリストとはいえ3800社全部知ってる人なんて多分いないんですよ。だから知らない会社が出てくるケースってこれプロでも普通にあるんですよね。で多分テスタ君もあると思います。でもデータ的にはいいわけじゃないですか。なのでデータ的に見ていいから投資しようっていうのはダメだけども、それをきっかけで本業が何なのかとか、何で儲けてるのか、どういうビジネスモデルなのか、競合はどこの会社なんだろうって調べていく、事後的に詳しくなってから投資する、これはよくプロでもあると思います。例えば自動車の工場をアナリストの人たちを集めて見せてくれるんですね。でその時に聞いてるふりして周りをこうチラチラ見てるわけです。そうすると仕入れてる部品とかの段ボールがそのまま置いてあったりするので、この会社って例えばネジこの会社から入れてんだとか、当てはまったら、じゃあ例えば円安になりました、トヨタが上がります、これは多分みんなすぐ連想できるんだけど、はい、みんな連想するってことはさっさと上がっちゃうわけです、うん、だったら例えばトヨタのネジはここが作ってるなって知ってるわけだから、あえてそっちの部品会社を買っておく。でトヨタの生産台数が伸びるってことはネジ会社の需要が増えるから、こっちも後から株価が追いつくよねっていうような、こういうのがね、逆にスクリーニングには完全に乗ってこない情報なので、なこういうところで勝ちに行くっていうのもある。でも僕も実際に店舗まで行って調べたりとか、あの実際にどれぐらい人が来てるかなとか見に行った時もありますし、個人投資家でもできることはあるので、そういうのをコツコツやったりはしますね。テスタ君、知らない会社どんぐらいあるの？僕は3500社ぐらい。3500社知らない、うん、またそうやってまたそうやって寄り添ってくる。いや本当に知らないよ。さっき相談したらすぐ売れそんなのみたいなこと塩漬けちゃってんだけど、売れそんなのダメだお前。ガチテスタね。ちなみにマジカルラブリーの2人を検索するにはどんなスクリーニング条件だったら？まずデブでしょ。じゃデブ結構いろいろ出てきちゃうじゃん。デブマッチョ、デブマッチョはもう僕らとミルクボーイさんぐらいしかない。ああのこの条件で検索すると結構そのミルクボーイとうちらがずっと出てくるM1 チャンピオンとか、手がねかメガネかコニメかわいいとか、ね、そのスクリーニングで出る ね。いや今日もいろいろ教えてもらったけど、村上くん、はい、今日習った方法で良さそうな株見つけられそうだね。な本当に今ここでこうやりたいんです、うん、一緒に一緒にちょっと薄ブルーの薄ブルーのシャツの方とあーなんかいいやり方聞いたら喉乾いちゃった。あだったらさ、うん、みんなでさお茶行こうよ。沢さんここでみんなでお茶しましょう。ね、テスタ君、うん、森永先生、野田くん、うん、行きましょう。お、行こうか。行きましょう、行きましょう。残念だけど、私のスクリーニングには引っかからなかったの。こいこいこい、近くにね。そんなどんな条件で検索したの？次回、スーツを衣装台で落としちゃいました。二人っきりにされると、本当怖いです。
でも M1 チャンピオンっていうだけでもうだいぶ確かにすごい絞れるもんね。17しかいないから、かっこいい。かっこいい。M1 チャンピオンと R1 チャンピオンの2冠だともう野田さんと粗品さんしかいない。でももっと言うと、M1 チャンピオン、R1 チャンピオン、キングオブコントファイナリストは俺しかいない。かっこいい。かっこいい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。